こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回も楽しく日本史を学びましょう。現在は江戸時代一について勉強しておりまして、前回は関ヶ原の戦いについて勉強しました。今回は関ヶ原の戦いに勝った家康が開いた えー、江戸幕府の誕生について勉強しましょう関ヶ原の戦いから3年後の1603年朝廷から徳川家康は征夷大将軍に任命されました家康は江戸現在の東京に幕府を開きましたこれが江戸幕府でありこの時から江戸時代が始まりました 将軍の権限は武士に石高で表した領地・地魚を与えることこれを石高性と言います、はい、これが権限であり地魚が1万石以上のものを大名1万石未満で将軍に直接会うことができるものを旗本できないものを御家人と言っていました関ヶ原の戦いの後に 家康は領地を分け与えましたがこの時大名を家康の子孫による審判関ヶ原の戦いの前から家来である普代大,大名関ヶ原の戦いの後に従った土様大名に分けて取り扱いましたなお江戸時代の大名とその家来を合わせた集団を藩と言っています幕府は藩を潰したり つまり海域、領土の一部を取り上げたり法と言います。大名同士の領地を交換させる国替え天保など強力な力を持っていましたが藩のの内部の政治に口を出すことはありませんでした。日本国内は幕府と藩により統治されていたのでこのような政治の仕組みを幕藩体制といいます。 ここでもう一度大名の種類について整理しておきましょう審判は将軍家の血筋が耐えた場合などに将軍を出す役割を担った御三家御三教を含み価格・官位などでは優遇されましたが幕政に参加することはまれでしたそれに対して不代大,大名は 関ヶ原の前の戦いから徳川家の家来であった家系の大名です比較的小さな石高の領地を認められ領地替えもよくありましたが江戸や京大阪といった重要の土地からは近くに位置していました大老老中といった抜角いわゆる閣僚ですねあとは若年より大阪城代京都諸子代 自社奉行といった住職には不代大名がつきました外様大名というのはまさに外関ヶ原の戦い以降に徳川家の家来となった大名です比較的大きな石高の領地を認められ幕末まで領地外はほとんどありませんでしたが江戸や京大阪からは遠いところにありましたまた 幕政に参加することはほとんどありませんでした徳川幕府は天領といって旗本などの稚業とせずに直接支配する400万石にも及ぶ領地も持っていました天領には旗本や御家人から代官を派遣しこれを治めました400万石というと もう一番大きい、えー、石川県の金沢藩前家の120万石の3倍以上ということになります相当な領地ということになりますねはい江戸幕府は力を持っていたということになりますはい今回の配信は以上となりますそれではまた次の配信 または別の配信でお会いしましょう。さようなら。